皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、やってみようでは、お題を実際に解決する手順をご紹介しています。今回のお題は、エクセルブックからテーブルを結合です。では、早速始めましょう。今後も増えるテーブルも含めて、ブック内のテーブルを結合したい。 サンプルブック PQ0004 を用意しています。概要欄のリンク先からダウンロードしてデスクトップに保存してご利用ください。サンプルブックを取得したパワークエリーエディターです。カインド列でフィルターをかけてテーブルを指定することで全てのテーブルを結合対象にすることは可能です。 この設定なら今後追加されるすべてのテーブルが結合対象になります。しかし実務ですべてのテーブルを対象にする設定で業務が回るでしょうかたぬき親父は無理だと思います。誰かが別のテーブルを追加したら誰かがテーブルのシートを複製したら運用前でも 予想できることがいくつもあります。ですから予想される事態を事前に考えてテーブルの名前で対象テーブルをフィルタリングすることをお勧めします。テキストフィルターで使用できる条件はこのリストのようになっています。これらの条件を使って名前でフィルタリングするためには名前の付け方に規則性を持たす必要があります。 タヌキオヤは TBL、アンダーバーを窃盗ト字として付けてその後ろに共通の名前、アンダーバー、番号を,を基本にしていますそしてテキストフィルターで指定の値で始まるを使ってフィルタリングしています数値フィルターで使用できる条件はこのリストのようになっています タヌキオヤはシートが複製されて想定外に追加されたテーブルを結合対象から外すためにシートコピーして複製されたテーブルの名前が数字が付加されて長くなる特性を利用してテーブルの名前の列から名前の長さを取り出す列を追加してその列で指定の値に等しいを使ってフィルタリングしています この対象テーブルの絞り込みについては、いろいろな方法が考えられます。皆さん、いろいろ考えてみてくださいね。ブック内のテーブル結合手順。実際にやってみましょう。新規ブックを開いてください。Excel ブックがデータソースなので、データタブ、データの取得。 ファイルから、エクセルブックから、とクリックしていきます。データの取り込みダイアログが表示されるので、デスクトップに保存した PQ0004 ブックを選択してください。選択したら、インポートボタンをクリックします。ナビゲーターダイアログが表示されるので、PQ0004 ブックをクリックします。 ここが、ポイントですね。通常、ここで接続するテーブルを選択するのですが、テーブルやシートではなく、ブック全体を選択するんです。PQ0004 を選択したら、データの変換ボタンをクリックします。パワークエリーエディターが起動して、指定したブック内に存在する、テーブルとシートの一覧が表示されます。 これは先ほどテーブルやシートを選択せずにブックを指定したからです。ネーム列の文字数を表示する列を作りたいと思います。ネーム列の見出しをクリックしてネーム列を選択します。新しい列を追加したいので列の追加タブをクリックします。 テキストからグループにある抽出をクリックします。展開されるメニューから長さをクリックします。ネーム列の文字数を表示する長さ列が追加されました。列の名前が気に入らない場合はダブルクリックして修正しないで数式バーの赤枠内のテキストを修正しましょう。 対象をテーブルに絞り込みたいと思います。カインド列のフィルターボタンをクリックします。展開されたメニューから、テキストフィルターをクリックします。今回の場合、シートのチェックボックスを外しても、同じ結果が得られますが、タヌキオヤジは、チェックボックスの利用をお勧めしません。テキストフィルター等で、将来を見据えたフィルターを選択することをお勧めします。 詳細は、パワークエリー4、エクセルの基礎の動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。展開されるメニューから、テーブルだけに絞りたいので、指定の値に等しいをクリックします。行のフィルターダイアログが表示されるので、赤枠のボタンをクリックします。表示される選択リストから、テーブルをクリックします。 このまま、OK を押して、次の列のフィルターを指定することもできますが、ここで、詳細設定をクリックしてみてください。両のフィルターダイアログの表示が変更され、フィルターの対象列が選択できるようになりました。赤枠のボタンをクリックして、選択リストから、ネームを選択して、フィルターの条件列として、ネーム列を指定します。 赤枠のボタンをクリックして、表示される選択リストから、指定の値で始まるをクリックします。赤枠のボタンをクリックして、表示される選択リストから、TBL2304 を選択します。カーソルを移動して、2304を削除してください。これで、 ネーム列が TBL アンダーバーで始まる名前のテーブルが結合対象になりました。せっかくなので、もう一つ条件を追加したいと思います。ネーム列の長さの列を追加していますので、名前が8文字という条件を追加したいと思います。 条件を追加するには、区の追加ボタンをクリックします。条件指定の行が追加されるので、赤枠ボタンをクリックして、条件に指定する列を選択します。表示される選択リストから、長さを選択します。今回は、演算子はそのままで良いので、値列のテキストボックスに8を入力するか、 下向き三角ボタンを押して8を選択してください。これですべての条件が設定されたので、OK ボタンをクリックしてください。条件に一致するテーブルだけが対象になるフィルタリングが実行されました。この後の処理に必要な列はデータ列だけです。 データ列以外を削除するためにデータ列の見出しをクリックして選択しますデータ列の見出し部分で右クリックしてコンテキストメニューを表示します表示されるメニューから他の列の削除をクリックしますデータ列以外の列が削除されますデータ列の展開ボタンをクリックします 展開されるリスト下部の元の列名をプレフィクスとして使用しますのチェックを外します。さらに読みが表示されている場合は一応クリックしてみてください。データを再取得してすべての列をリストに表示してくれます。実務ではここで不要な列のチェックを外してください。今回はすべての列を展開しますので このまま、OK ボタンをクリックします。データソースのブック内にある、条件に一致するテーブルを結合した結果が表示されます。列の型が設定されていないので、列の型を指定したいと思います。変換タブをクリックしてください。任意の列グループに、 データ型の抽出コマンドがありますのでクリックします。今回は全ての列の方が正しく検出されたようですね。このコマンドデータが正しく作られていれば正しく検出できるのですがデータによっては正しく検出できないこともありますので必ず全ての列の型を確認してくださいね。また実務では クエリの名前を修正してくださいね。まとめ、ブック内のテーブルを結合するポイント。ナビゲーターダイアログで、テーブルやシートを選択せず、ブックを選択して、データの変換をクリックして、パワークエリエディターを起動すること。それが、ブック内のテーブルを結合するポイントです。 しっかり覚えましょうね。いかがでしたかお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。